明かりがついてる。レブ、大丈夫？行けるか、ここ。開くわけないよな。他も調べて。じゃない。力いけなそうだね。どこで行こうか。これかな。それじゃあ、あのハシゴ掴んで行くよ。いよいよ入っちゃうのか。そっか、ここ開けっぱなしだったのか。よし、音立てないで。これリアノだ。リアって誰だっけ。気をつけて離れないでよ。下か。ジェシーの野郎、俺にだって金くらい見分けつく。驚くなよ、あなた。マリア喜ぶぞ。手を挙げて、そこから離れて。さっさと離れな。何か考えろぜ。こっち向いたら殺す。弓で狙ってて。床に伏せな。人思いに殺したいだろ。このクズども。あれ、銃声しなかったっけ。立ちな。両手を上げなきゃこいつも撃つよ。ダメだ、エリー、早く逃げろ。さっさと立ちな。ダメだ、出すな。あんたは黙って。サホロ、待って。分かった。武器を捨てて、早く捨てろ。エリ、ダメだ。ジョエルのせいじゃないの。私を守ろうとしただけ。治療法がないのはこの私のせいなの。彼は逃がして。みんなを殺した。見逃してやったのに全部ぶち壊した。待って。やめろ。おいで。え、トミー殺したの。ここにいて逃げられないように見張ってて。これどういう気持ちでやればいいの。マジで何なのこのゲーム。危ない。逃げんじゃないよ。むちゃくちゃになるな気持ちが。どこ行ったんだろう。死ねえよ。
操作すんの。やめてくれよ。やりたくないしな普通に。いって死んだ死んだ。なんでエリーと戦わなきゃいけないの。どこ行った。あ、今おら。いや、ちょっと待ってくれ。え、これエリーラスボス。ね、これめちゃくちゃ強いんだけど、エリー。なんか武器あんのかな。え、これラスボスじゃないよな。ラスボスエリーってどういうこと。どこ行った。来るな。どこにいる。え？この後どうすんの？これこっちに避けるのか。よしよし。あ、来てる来てる来てる。どうすればよかったのか。いたね。え？なんで？マジ怖いんだけどエリー。チャリンチャリンで聞こえたのか。見つけた。くるくるくる。いった。マジ強いってエリー。今日のしてやるって。あ、やばい。ダメだ。あー、やるな。ちょっと待って。いって。行け行け行け。これはまずいですね。今日悪いですね。お、銃持ってたもんな。そこにいるのか。隠れてる。いけるかな、こっちから。あ、出てきちゃうか。ひるんでやればよかったな、今。いてぇ真面目にやるね。終わった。アビいや死んじゃうって、それ以上やると。やめてくれ。あれ死ぬよ。もうやめない。やばい。いってぇ。死んじゃう死んじゃう。なんかボロボロになってく二人見たくないな。え、またボス。やだよ。弓持ち始めたし。うん。エリー強すぎ、笑った。でも投げちゃえばいけんじゃね。あ、やべえ、音立った。やべえ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 。わお。
っしゃ刺さってるし、胸に。いや、死んじゃう。死ぬ死ぬ。新たなボス来た。わお、むちゃくちゃすぎる。もうちょっと見てらんない。お願い、やばい。その子は関係ない。妊娠してるの。そう、アビー。いや、アビー、頼むよ。アビーが一番まともだな。二度と姿を見せないで。行こう。死んじゃってないのか。ヘリーかな。時計だ。え？生まれてる。ほら、ジェイジェイ。どうしたの？大きいな。あ、よしよし。ね、大丈夫。いい子。かわいい。下行くのかな。あ、いっぱい似顔絵描いてる。こういうのが好み？髪型やばいよね。かわいいな。あのハンサム誰だ。で、下かな。リーナ、キッチンにいる。ああ、いたずらっ子たち。何してたの？リーナ、食器洗いありがとう。じゃあお礼に音楽かけてくれる？いい曲探してみる。すごいエリーを見てる。音楽どこ？これか。音楽かけよっか。ブギウギ聞きたいの？いいよ。うわ、最高。この曲大好き。ママって何でも喜ぶよね。はいはい、おっしゃる通りですよ。ん？ちょっと、何なのそのステップ。これのこと？それ。おお、ママのダンス見て。すごい。おお、ほら、こっち来て。これ結構好きかも。変態。知ってる？ほら、ちょっと邪魔しないでってば。ダメ？じゃ
ちょっともういいから行って。はーい。あーね、オリーがまだ外にいるかも。オリーって誰？中に入れてくれる？うん、もちろん。ちょっと散歩する？すごいいいとこだな、ここ。すごい景色が。オリって誰？ねえ、名前彫ってあげようか。ほら、家族だもんね。どこに行けばいいんだろう。外にいるっつったけど。こんなとこにいたの？これかい。捕まってて。ほら、乗れたよ。綺麗でしょ？なあ、そうだ。そのうちギターを教えてあげる。大きくなったらね。それとお漏らしする癖治ったら。なあ、いいの。みんなするから。大きくなったらたくさんお話ししようね。本当にたくさん話したいことあるんだ。私のお芋ちゃん、いい子だね。ほんとお利口さん。よし、ジェジェ、ママに会いに行く。ママんとこ帰ろう。洗濯物干してくるね。腰痛。手伝う？うん、駅羽織るもの持ってこようか。うん、駅だよ。やば、この洗濯物が透けてる感じ、やば。また？やめてほしいの？ねえ、どうする？ほら、おしまい。もう行って。なんだよ、ケチ。豚ちゃん？羊か。撫でてみる？ほら、かわいい。いいよ、撫でて。おー、ダメ、もっと優しくね。こうやって、そうそう、ほら。ねえ、何？変わるよ。羊を野屋に入れてくれる？ああ、このままでも平気。本当？うん。ディーナは休んでて。ありがとう。はい。ほら、ちゃんとかけて。かわいいな。お風呂にも入れたいし、遅くならないでね。私、羊マスターだよ。ほら、入りな。羊ども、
納屋で晩御飯が待ってるぞ。ほら、待ってるよ、ほら。行くよ。スノー、納屋行くの。デイジー。めーめー。行った行った。おいでおいで。うわ、羊がたくさん。めーめー入るな。何匹いるのかな。数えよっか。一匹、二匹。眠くなってきたからもうおしまい。入りな。友人、はいはい、ほらほら中入って。入りな。トト、のんびりしない。まだいた。かわいい。ほら、はいはい。それじゃあみんな、また明日ね。こら、ダメでしょ。あらま。ほら、おいで。あっ、ダメダメダメ。深呼吸して。ダメ。ジェジェをこっちに。ほら、大丈夫。ごめん。何があったのか。私はただ。最近何も刺激なかったし、どうなんの？あ、家の近くか。鍵逆じゃねえの今。外側についてたけど。馬いたんだ。すごいとこだよな。エリー、どこいたの？カリー、思ったより手こずっちゃって。誰？まあ、とにかく入ろう。あれ、トミーは生きてたんだ。迫力強いな、トミー。おお、来たか。その子は私が。おいで。よいしょっと。ほら。ああ、大丈夫だ。元気？
おじいちゃんなっちゃったな。久しぶりだね。ああ元気か。でかくなったな。でしょ、筋肉の塊なのね。街はどう、マリアは。元気だよ。少し距離を置くことにした。うん、そっか。まあいろいろ話し合った上で二人で決めたことだしな。ほら、座れよ。見せたいものがある。ここんとこずっと探りを入れててな。ある話を新入りから聞いた。そいつが言うには、ある女とカリフォルニアで取引したことがあったって。その女は頭体がでかくて顔に傷跡のある子供を連れてたらしい。アビーたちだな。海岸沿いの座礁したヨットで暮らしてるって話だ。ここでな。絶対あいつだ。もう終わったことでしょう。悪いけど、いいか、俺はいけない。分かってる。そうかい。ここでのんびり暮らしてりゃ奴のことなんか忘れちまうか。復讐してやる。トミー、ジャクソンに戻った時そう言ったよな。トミー、がっかりだ。この子をお願い。うん。何？別に。どんな目にあったのか分かってるでしょ。黙れ。さあ俺に誓って。だったら何だって言うの。ああそうだ。お前にとっちゃその程度。いい。なんか文句はなら言ってみろ。かわいいほっぺた。何するんだろう。寒いのかな。外出るわけじゃないでしょ。子供の部屋か。え、寝てるんでしょ、上で。急に起きちゃうぞ、これ。
何が楽しいんだか。同感だね。お前のおやっさんにどやされたよ。なんで？ん？ああ、パトロールのダメだし、ここは危ない、あそこは行くな。お前が当番だとマジうるさくってさ。そう。あいつ目立ってんな。どうせより戻すんでしょ。2週間ってとこ。ありえないね。あいつなんか言ってた。やっぱ1週間。エリーいたの。遅刻だよ。ちゃんと来たでしょ。よ、どうも。行こう。朝一で出発だからな、忘れんなよ。はい、ボス。うわ、ひど。なーに、なんか文句ある？ねえ、すっごく気になってることがあるんだけど。私かなり臭い。そうだな、生ゴミって感じ。あっそう。うわこれでどう？だな。好きなくせに。エリーを見てるんじゃない？それはない。嫉妬してるのかも。ただの女の子なんて怖くないでしょ。それは違う。あなたが一番怖いのにね。おい、家族で来てんだぞ。ごめん。ごめんって。子供たちだって見てんだ。そういう自分はいいお手本なわけ。勘弁してくれよ。口達者なレストはね。今なんて言った。エリー、エリー、ダメ。とっとと失せろ。俺に触んじゃねえ。二人ともやめて。さあほら、外に出て。あいつらはもういいから。風に当たってこいよ。まあ平気か。何考えてんの。あんなひどいことを。自分だって助けてくれなんて言ってない。そうか。エリー、ディーナ、あの子久しぶりにぐっすり寝てる。疲れてたし。
ええ、でも平気。もう寝よう。朝また話そうね。終わらせなきゃ。なんでトミーのためにそこまで。眠れないし食欲もない。ティーナにはわからないよ。何それ。私だって辛いよ。でもあなたとあの子のために耐えてるの。愛してる。だったらここにいて。行かなきゃ。じゃあ何、ここでただじっと待ってろってわけ。一体いつまで。もうあなたは死んでるかもって思いながら。私は死なない。ジェシーだってそう思ってたはず。ジョエルもね。ねえ待って、エリー。ねえお願い。私たち家族でしょ。あんな女が家族より大事なの。なんで。私はもう行けない。分かった。あったよ、コンスタンス。それじゃああとは。もうここは先週も見たでしょ。情報もらうために銃を上げちゃうなんて。見つかるかも。ファイアフライを見かけたなんて絶対嘘。ほらレーブ、いい予感するんだ。僕はしない。行こう。何、まだ操作できる。2410、そっち側にはないと思う。偶数しかないし。え、なんでレンが割って入るのか。え、うそーん、まだゾンビ俺終わったんかと思った。まだやるの。来るよ。全部やっちゃおう。よし、おいでおいで。はい、まだいるんか。エンディングかと思ってた。こいつか、ロスか。とりあえず何を探してんだ。気持ち悪い顔。ナイスじゃない、ナイフないのか。ナイ
イフないのか。まだ作れるな。どうしようか。オッケー、もう平気。そうかな。ここ行けないだろう。2429だ。行き過ぎ。行き過ぎ？さっきのとこなのかな。どこ見てんだ？あ、そう。よし。うわ、嫌な音する。ここにもいるの？先にいるみたいだね。この家、空き家っぽいね。他の家もそうだったけどさ。諦めない。コンスタンス2425。ここで間違いない。ねえ、でも何もないよ。それはまだわかんないでしょ。閉まってる。他に入り口あるかもよ。ずいぶん前向きだね。役に立ちたいだけ。いつも助かってるよ。家の内側を外みたいにペンキで塗ってるけど、植物はこんなんじゃない。一回出るか。あ、これ入りそうだな。ダメか。本当に何もなし？ありえない。どこだろう。プールの中は何もない。ここは？道具はあるけど、それだけ？何もないよ、これ以上。レブ、ここはもういいよ。ね、待って。何？ここ。何かあったの？お前、引きずってるね。跡がついてる。なかなかいい感じしてる。どいて。誰かいませんか？弾出てくんだろ。まだ戦うの？何人かすんでたっぽいね。電気が通ってたんだ。調べよう。電気。ソーラー発電だね。ああ。
この周波数はまだ生きてる。こちらはどっかにコールサインない？え、何それ？あ、数字と文字のリスト。うん、いや、こちらサンタバーバラのアービー、聞こえますか？オーバー。誰かいないの？これ何？周波数だ。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアビ、誰かいますか？これって全部ファイアフライの拠点？さあね。誰か聞こえますか？オーバー。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアビ、誰か答えて。この周波数はまだ生きてる。こちらサンタバーバラのアービーです。誰か聞こえますか？もし聞こえてるなら応答して。ねえ答えて。いやあ、アビー、信号をキャッチした。サンタバーバラのどこにいるんだ？コンスタンス2425。ここにファイアフライの基地があるって聞いたけど、誰も残っていなくて。私もメンバーなんです。どこの基地にいた？ソルトレイクの拠点にいました。施設の責任者は？アンダーソン博士、父なんです。驚いたな。実はメンバーは全員中継基地から本拠地に引き上げたんだ。何人いるんですか？大体200人ってとこだな。毎月数人増えてる。言ってた通り。二人追加して。そちらの場所は？カタリーナ島だ。大きなドーム型の建物に来ればすぐ見つける。オッケー。じゃあ今から向かいます。アウト。ああ待ってる。アビー気をつけてくるんだぞ。アウト。ほらヨットに戻ろう。アビーの言う通りだった。認める。あー今なんて言った？僕が間違ってると何とも言わせるのか。だっていい気分になれるし。たまにしか間違わないでしょ。じゃあ続きはまた次回。お疲れ様です。